新視点ニュースへようこそ。香港政府が香港基本法第23条に基づく香港国家安全維持条例を強行採決した後、香港の金融、海運、情報、流通などの国際センターとしての地位は急速に衰え、他の都市にとって変わられています。1980年代にはアジアの金融センターとして知られていた日本は、今、 その称号を取り戻す絶好の機会と捉え、様々な政策変更を打ち出しています。一方、国際的に礼遇されつつある香港政府は、海外投資誘致の焦りで、最近、投資家の身元確認を怠ったためか、5億米ドル、約775億円の投資を約束した、ドバイの王子とされる人物の正体が明るみになりました。この事件は、香港が、 国際金融センターの遺跡となる運命から逃れようとした結果、当局が遭遇した気まずい状況を浮き彫りにしました。香港のり課長行政長官は昨年、投資有事のため自ら中東を訪問し、欧州とアメリカの制裁の中で新たなビジネスチャンスを探そうとしました。しかし、期待した結果は得られませんでした。香港政府が2023年末に、 香港は国際金融センターの遺跡となったとのセ論に反論した途端、香港株式市場は世界の株式時価総額ランキングでインドのムンバイ市場に超えられました。さらに不幸なことにファミリーオフィス内での投資をめぐる争いで、香港政府は突然王子からの投資延期との連絡を受けました。また、その身分についても様々な疑惑があったといいます。長年にわたり、 国際金融センターのトップ3にランクされてきた香港は、世界各国から投資家が集まっていました。5億米ドル、約775億円程度の投資額では注目されず、香港政府も大きく宣伝しませんでした。香港の国際関係学者、高意国氏は4月3日、ラジオフリーアジアに、この事件は国際スキャンダルであり、 香港政府とその関連機関は投資家の身元調査や背景調査を怠った。これは香港政府が急いで中共政府に経済関連データを提出しようとしたために起きた事件であり、同じような事件がこれからも起こることを心配していると述べました。2023年の香港株式市場は低迷を続け、 年間で14%以上も下落し、インド太平洋地域で最も下落率の高い市場となりました。この香港株式市場の下落は4年連続となりました。香港株式市場の時価総額は2021年のピーク時から6兆米ドル、約930兆円以上下落しており、もはやアジアにおける新規公開株式 IPO の中心地ではありません。 今年に入ってから、香港半戦指数は一時、19年ぶりの低水準にまでに落ち込みました。静かに上昇する東京株式市場。一方、バブル経済が崩壊する前は、アジアの金融センターであった東京株式市場は2023年も上昇を続け、日経平均株価は年間で28%近く上昇し、 1989年以来最高のパフォーマンスを示し、アジア株式市場で最大の勝者となりました。香港が香港基本法第23条の立法化としての香港国家安全維持条例を成立させた後、日本は再びアジアの金融センターとしての地位を取り戻す機会を得たと捉えているようです。 日本の著名な経済学者で、海津大学大学院教授の高橋洋一氏は3月30日、第23条の可決により、香港は本土化を加速しており、金融センターとしての地位は期待できない。どこがそれに変わるだろうか。日本にとっては絶好のチャンスだ、と語っています。日本政府の元内閣参事官、高橋洋一氏は、投稿記事の中で、 日本政府は亡命香港人を積極的に受け入れるべきだと提言しています。同氏は台湾は亡命香港人の受け入れに積極的ではなく多くの香港人が欧州やアメリカに行っているとした上で日本は亡命香港人を厳格に審査し積極的に受け入れるべきである。これは香港の金融センターの地位にとって変わる戦略的意義を持つと語っています。2020年 中国共産党、中共は香港の犯罪人を中国側へ移送することを可能にする逃亡犯条例の改正に反対する搬送中運動を弾圧するため、香港国家安全維持法を強行採決し即施行しました。その後、世界第2位の資産運用会社バンガードなどの金融機関が香港からの撤退を発表しました。当時、日本政府や経済界の中では、香港は もはや国際金融センターの地位を失っているとして、日本にとってはアジアの金融センターとしての地位を取り戻す絶好の機会が来た、との雰囲気が高まっていました。2020年5月、当時の菅義偉首相は、世界中から人材、資金、情報を集めて日本を金融、投資センターに作り上げると述べ、実行のスピードを強調しました。また、 東京は多くの金融機関が集まる都市であり期待できるとも述べ、東京に加え、大阪、福岡も競争に参加し、国際金融センター構想について、様々な分析や議論が重ねられてきました。当時、英国のシンクタンク Z を、e、言が発表した2020年の国際金融センター指数ランキングでは、東京がニューヨーク、ロンドン、上海に次いで4位、香港が5位、シンガポールが6位でした。 しかし、今年はシンガポールが3位、香港が4位となったのに対し、日本は19位にまで後退し、アジアの金融地位をめぐる競争で予想外に大きく後退しました。これに関して、三井住友フィナンシャルグループ参加のシンクタンク日本総合研究所は、2023年9月14日に調査報告書を発表し、その理由として次の3つがあると指摘しました。 1> 第1に、ライバルのシンガポールに比べ、東京の関連施策の実施が遅すぎること。例えば、金融テクノロジーの開発に対する補助金や、ハイエンド金融人材の確保対策などはシンガポールほど進んでいない。第二に、ビジネス環境の整備が不十分で、特に金融系高度人材の誘致において東京は遅れをとっている。 第3に、諸外国における国際金融センターとしての日本の認知度と影響力は依然として低い。投資ファンドのブラックストーングループなどの金融大手は日本に全力投入する。中国からの資金が日本の株式市場に大量に流入して、日本の景気回復は過去1年で加速しています。この資金は、この1年間の日本の株式市場の主な牽引役となりました。 香港の中国化と連動するように、日本政府はチャンスが再来したとみなしています。日系アジアは、今度は日本がシンガポールと競争し、日本政府の政策が適切であれば、香港から逃げる投資資金は東京の利益になると報じています。メディアは、香港とシンガポールは、中国や香港の富裕層が持つ投資資金や、ファミリーオフィスの設立をめぐって競争を続けているが、 政策面では香港が負けていると報じています。日本の岸田文雄首相は、東京にはシンガポールと競争し、香港に代わる機会があると認識していて、中国の富裕層が持つ資金の日本流入を狙い、個人投資家の投資ルートを拡大する新たな方針を発表しました。昨年9月、ニューヨークを訪問した岸田氏は、対日投資を加速するため、 外資系資産運用会社の日本への進出促進や事務手続きを英語で行える業務特区の創設、投資家保護のための税金措置の拡大を示しました。一方、米中対立が激化すると同時に、世界の金融大手は中国から撤退し始め、日本を最も強力な投資国とみなし、日本政府と交流するようになりました。ブラックストーングループもその中の一つです。 米資産運用大手ブラックストーングループのラリーフィンク最高経営責任者は日本市場開拓の先頭に立ちました。昨年6月と10月に訪日して岸田首相と直接会談し日本の金融政策について意見交換を行いました。昨年10月5日、岸田氏はブラックストーングループ主催の都内迎賓館での世界的投資機関との夕食会に出席しました。 岸田氏はラリー・フィンク氏ら国内外の金融機関約20社のトップらと意見交換を行いました。岸田氏は日本のコーポレートガバナンスやその他の改革措置を紹介し、日本への投資を呼びかけました。夕食会に出席した投資機関のトップたちは、世界中の他の市場に比べて日本の将来は有望で、数十年にわたり前向きに日本を見てきたと述べています。 経済産業省の関係者は、ブラックストーンは現在、日本をさらなる発展目標の国と見ていると明らかにしました。関係者たちは、これまでのブラックストーングループは中国市場の開拓に力を入れてきた。今、米中関係の悪化に伴い中国での活動は、様々な制限を受けている。そのため、日本市場に目を向けた。同時に日本は、 香港に代わってアジアの新たな金融センターの有望な候補として国際金融機関が日本に多額の投資を始めていると述べています。日銀は2023年12月末時点での日本の個人が保有する現金預金は最大で1100兆円に達すると発表しています。これはブラックストーングループなどの国際金融機関にとって非常に魅力的なものとなっています。現在、 日本は香港に代わるアジアの金融センターとしてシンガポールと競争しています。かつて経済ライターの牧高文氏はどこかの国が金融センターとしての地位を香港に代わることができれば中国共産党に対抗するとき知性学的に大きな影響力を持つだろうという記事を書いています。また、僕高文氏はシンガポールは金融先進国としての潜在力は大きいように見えるが、 国際金融センターになるために最も重要なのはアメリカからの信頼だ。シンガポールは中共政府の影響を受けているところがあり、アメリカによる中国への制裁にも参加していないと述べています。このようなことから、僕高文氏はアジアにおいてアメリカと最も緊密な同盟国として、日本が香港に代わってアジアの金融センターとなる可能性が極めて高いという見方をしています。 さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。Hey,